静岡空港の2月の利用状況が発表され、国内線は好調だったものの、国際線が減少し、全体の利用者数は伸び悩みました。県によりますと、2月の国内線と国際線を合わせた全体の搭乗者数は55,161人で、去年の2月と比べてマイナス 0.1%、40人減少しました。国内線の搭乗者数は37,721人で、34ヶ月連続で前の年の同じ月を上回り、新千歳線、福岡線、沖縄線が2月として過去最高を記録しました。一方、国際線はソウル線、台北線の減便が影響し、去年に比べてマイナス 7.3% となる 24,440 人でした。去年4月から今年2月までの利用者は合わせて646,495 人となり、県が利用者の年度目標に掲げる70万人まであと3月を残し、53,505 人となりました。